魔法人ぐるぐるは、江藤博之によるギャグファンタジー漫画。略称は、ぐるぐる。月刊少年ガンガンにて、1992年8月号から2003年9月号にかけて連載された。2012年11月より、本作の続編となる魔法人ぐるぐる2がガンガンをオンラインにて連載されている。2017年2月時点で、 シリーズ累計発行部数は1400万部を突破している。月刊少年ガンガンにて、1992年8月号から2003年9月号にかけて連載された。月刊誌に連載されている割に、月単位のページが本誌の中でも1位2位を争うほど少ないのが特徴的。後半になるにつれて、その傾向は次第に強まり救済も増えていったが、無事連載を終了した。 なお、少年ガンガン掲載の漫画で、初めての10年連載作品である。2008年10月から2012年10月まで、スピンオフ作品、マイイサムデンキタキタが、ウェブコミックし、ガンガンオンラインにて連載されていた。2012年11月より、本作の続編となる、魔法人ぐるぐる2が、ガンガンオンラインにて連載中。ジェムジャム大陸にある、小さな村、地味な村、 ある日、この村に勇者募集。魔王を倒した者に金ごまガールを与え、広大国の王子とすると書かれた縦札が立つ。勇者マニアのバドがこれを見つけ、勇者になるように育ててきた息子ニケを今こそと無理やり旅立たせる。この地味な村では、旅立つ時に魔法をおばばの元に寄らなければいけないという決まりがある。その決まりにのっとり、ニケはおばばの家に寄ることになった。 そこで、ミグミグ族という種族だけが使える、グルグルという魔法を使う魔法使い、ククリと出会い、一緒に旅立つように命ぜられる。そして国王に勇者として認められたニケは、世界征服を狙う魔王り打倒の旅に、ククリと共に出る。魔王りを倒し、世界に平和を取り戻した二人であったが、天界での平和な暮らしに飽きてしまい。 地味な村に帰ってきては学生をやっていたニケとククリ。だが、その平和が保たれたのも2週間、新たな魔物が出没したとの盾札が立ち、ニケは再び広大城へ召集される。ククリは霧を倒してから、ぐるぐるが使えなくなったが、勉強するのとニケに置いていかれるのが嫌なあまり神聖。ぐるぐる、父者様を召喚する。こうして魔法使いとして戻ったククリは、 新たな魔物を倒すべく、ニケと再び旅に出るのであった。魔法人ぐるぐるの登場人物を、参照話数カウントは、大小。作者、江藤博之の DJ、ゲーム、ファンタジー、メルヘンなどのマニア的な部分を凝縮したような作品で、ロールプレイングゲーム、特に当社の看板作品である、ドラゴンクエストシリーズの世界観のパロディ、プレイヤーの視点のパロディが、 機関になっているドラゴンクエスト風の黒字に白抜き文字のメッセージウィンドウが突っ込みの役割を担っている。踊りながら魔法陣を描き、それが魔法になるという設定や個性的で変態的なサブキャラクターのインパクトが特徴。初期はドラゴンクエスト4コマ漫画劇場時代からの流れでシュールなギャグが多かったが中盤以降それは控えめになっていった。次第に ミグミグ族とグルグルをめぐって物語が進化していく。作品の舞台はグルグル世界と呼ばれ、基本的に前日の通りドラクエシリーズなどに見られるような中世ヨーロッパ風の世界に魔法やモンスターや妖精といった存在が混在する典型的なファンタジー RPG の世界である。世界は五つの大陸で構成されており、およそ一つの大陸に対して一体、 その地域一体の魔力を管理する魔人が存在する。メインの舞台となる人間世界の他にも妖精たちの住む世界や魔物たちの住む魔界、神や天使の住む天界等の異次元的世界も並行して存在している。魔法人ぐるぐる作品中に登場する魔法は闇魔法と高魔法の二つに分けられる。両者の違いは口実するが、 その中でも最上級とされるのが、ヒロインくくりが使用する闇魔法の最高峰、ぐるぐると、主人公、ニケが後になって習得する、高魔法の最高峰、キラキラである。だがぐるぐるは、厳密には、闇魔法でも高魔法でもない、第三の魔法であったということが、物語の展開に従って解き明かされていく。かつてミグミグ族が発見し、 守り続けてきた魔法で、ミグミグ族のものだけが使用できる。使い手の心の中を呼び出す、一種の召喚魔法。円の中に描かれた図形により、召喚されるものは様々。不安定な力を使うことから、闇魔法に分類されてしまうが、実際は闇でも光でもなくハートの魔法である。そのため術者の心の揺らぎによって、ぐるぐるにも変化が生じ。 ハートの揺らぎが最も大きい子供時代にしか使えないという欠点を持つ。またこの魔法の魔の恐ろしさは術に失敗した時である。心の力の持つ不安定さゆえ失敗すれば魔界から何を呼び出すか全くわからず特に傷ついたままの心や悪しき心を抱えたまま行使すればとてつもない大災厄をも引き起こすという。2では魔王が 元恵ミグ,ミグ族であり、多彩なぐるぐるを仕掛けてくる。召喚法くくりが使用するぐるぐるは物語前半と後半で2種類に分類することができる。本来のぐるぐるは魔法人を描かずとも、ただの円形の法人内に魔力を注ぐことで、召喚する者の,の思いや気持ちがそのまま投影されて、召喚され、召喚後に痕跡として魔法人が出来上がる。 序盤のくくりは過去のみぐみぐ族が残した召喚後の痕跡としてできた魔法人を模写することで同効果を引き出す使い方をしていたが物語後半では本来の召喚法を用いるようになっている魔王が使用するぐるぐるにでの魔王が使用するぐるぐるは呪いや横取りなど様々なぐるぐるでニケたちを妨害してくる描かれている魔法人は従来の形より複雑であり くくりがないて逃げ出すほどである。あいじゃいわく、あの方の、ぐるぐるこそ魔のぐるぐる。人間に秘められた、未知のエネルギーを魔力とし、幻獣や悪魔といった、いわゆる、魔界の力を借りたり、従いたり、召喚したりする魔法。魔界の力を借りるということだが、術者が未熟だと召喚した相手に逆に支配されたり、魔界に心を奪われ、自らが魔物とかす危険がある。 そのため使用禁止としている国も多く、世間的には受け入れてもらえないこともある。うさんくさい、江藤博之というのが闇魔法使いのイメージ。以下に主な魔法を挙げる。自然界の力をコントロールし、人間の理知的エネルギーを魔力とする魔法。ぐるぐる世界では勇者はこの光魔法を有するものと伝えられている。習得にあたっての危険度も少なく、爽やか。 普通の人といったものが高魔法使いのイメージ。以下に主な魔法を挙げる。キラキラ高魔法の最高峰。勇者だけが使える。自然界のあらゆるエネルギーを剣の形で取り出すもの。自然界の最も凶暴なエネルギーとされる、風、水、地、火という自然界の4要素を最大限に利用するためには、それぞれの精霊王に許しを得ねばならない。 担当精霊王の許しを得ていない状態で、自然界の4要素のエネルギーを剣に変えても、最大限の力を引き出すことはできない。この魔法は、構想語りが教えるものは、高魔法キラキラと呼ばれるが、アニメ第一作ではやや設定が異なり、魔法剣キラキラと呼ばれていた。2ではなぜか、使用不能になってしまい、登場しない。2家本人曰く。 ギリを倒すためにもらった力だからギリを倒したら取り上げられたらしい。団体名、共通単位などこれまでテレビアニメが3作、アニメ映画が一作それぞれ公開されている。2017年にはテレビ東京系でリメイク版となるテレビアニメが放送された。詳細は各作品の記事を参照。ここでは原作漫画関連のものを挙げる。 アニメ関連の商品は、それぞれの作品の項目を参照。ゲームソフト SFC 版の2つはいずれも、ニケ役を滝本富士子、くくり役を吉田小波の2人が担当した。体感型ゲーム詳細は、魔法人ぐるぐる催し物を参照した作品との、コラボ魔法人ぐるぐる2に関するカテゴリー。ありがとうございます。